半丸山先生です。エフェクス用のインジケーターの紹介です。今24通貨国で、D1 でね MK4 の分析してます。それで、現在ねシグナルが出てるのはこういうのが出てますね。左上にちょっとまとめておきます。で、黄色はまあ分析データあるけどまだ分析中というですね、残り時間が35××って出てます。こちらの方ね、3行目にね分析のね、これは910秒後にね白くなります。分析時間ね、残り分析時間が出てます。この赤は全然まだ分析データ一つも出てませんよということですね。で、1時間立ち上げます。1時間以上、1時間か2時間ぐらい経ちますとこのようにシグナル遅れるように1行の文字になってですね、こうですね、現在の、数値だということでここにメッセージ書いてますけども、まあ、全体で、1016.74 ピップスの利益がね、で取れてますよと、この1回の利益でね、投資数が31個あって勝率は 67.7% でありますよということでね、シグナル出たら、7日間後にね決算してください。シグナルからね、これはシグナルですね。シグナル出てから7日後ですね、同じ時間に決算してください。で、設定値なんですけど、パラメータね、これは投資数の最大値ですね。これ以上のシグナルが出てほしいときに数値入れます。あんまり多くすると、このピップス1回の利益の平均値ですけどね、下がったりパーセンテージが悪かったりになってきますけどね、多くないと再現性がないんですね。実際シグナル今まで正確に出てるんだけど、今後同じように出るということは、この数が多いほどやっぱり今後同じように出やすいんですね。で、これシフトなんて7というのはシグナル出てから7日後ですね。 D1 なんでね、4だったら H4 だったらね28時間後ですね、計算してください。で、W1 だったら、ね、これは7週間後計算してください、ね。で、これ表示するライン数なんですね。これはね、パーセンテージね、50% 以上と、今50にしてるんで、50% 以上の分析データを分析してます。だから67ね、50% 以上下に塗りません、ね。それからこれは、ピップスです。この1016の、ね、これ以上の、ね、ピップスでないと分析しないよと、シグナル出させないよということですね。以上の設定がありますけど、基本形でね、まずは確かめてください。以上ですね。設定の方は以上ですね。で、これはね、基準値よりか下がったんで、シグナルが変わりました。いじくっちゃったんでね、また戻っちゃったんですね。 OK にしちゃったんですね。で、これら辺があるということで、以上ですね。このようにね、立ち上げますと、赤文字が出てから黄色文字にシグナルが見つかるとね、今の設定値のからね、シグナルでますとね、このように、この説明しますけども、これは現在地だよって文字書いてるんで、英語でね、 It is ね、今だよということで書いてるんで、ね、現在ね。で、これ見つかった数値って、ここに書いてる good ってね、良いね、ものが見つかったものですよ、表示してるんですけどね、62.32個の通して1148個ね。で、あと分析時間は175秒、ね、
2行あれまだ分析してますよということですね、残りね。もしこれゼロになると白文字になってしまう。この設定値にしてですね、この勝率に使ってんで、この設定値でシグナルを送り出します。そういうことですね。これはまだ何も見つかってないですね。ゼロゼロでしたね。あの一番良いのは見つかってないです。何もグリッドっていうのがね、現在はこういうので出てますけどね、 赤文字になってますね。これはまあ見つかってないんで、まだタイムがダウンしませんけどね。見つかってから1時間後ですね、なければ、ね、この数値よりかいいのがなければね、あの見つかった場合はね、あのこれに切り替えるんだけど、そのタイマーですね、これですね、例えばちょっと待ってね、あと1310.04秒で待ってるんですね。この間にまた見つかると、これリセットされます。3600になりますけど、これよりかいいね、データがあったらまた3600、1時間に戻ります。で、分析します。他にもっといいのないかということでね、1時間見ますね。見つかってたから1時間にまた戻されます。見つからなくてこれ0になると、上だけの表示になって、ね、この数値がローディングされてね、シグナルを送り出します。飽きない、切っちゃったね、今切っちゃったね、間違ってね。で動作は遅くなっちゃったね。でまあこちらにありますよね。これはまたシグナルも出てるんですけど、801だから少ない。実際は 801.839 って言うと80ぐらいですかね、1回の利益はね、ストップリミットで言えばね。だからほんの少しですよね、平均値でね。だから1000以上のものを見ないとね、利益がねあんまり取れないですね。これもそうですね。ね、これも見つかったやつでシグナル待ちですね。ね、591ですから、ピップスですから、まあ59ピップスぐらいですかね。実際はね、これ一桁多いんですよ。で、シグナル来てから7日後を計算させるんですね。そういうものですね。B というのは見つかったんですね、どれかがね。あ、切り替わったんですね、今度はね。あのローディングされたわけで増えたわけですね。そういうことですね。このインジケーターは FX 用なんですね。H4 でもできますし、H1 でもできますね。できますけど、ちょびっとの利益でスプレッド差があるんで儲かんないと思うんですよ。長く見ないとね。なので、設定値はこういろいろありますから、ね。これシフトこれよくついて、これは7日かですけどね、いろいろコントロール効きますから、ね。これはこれ以上だと分析処理が間に合わなくなるんでね。こんぐらいが妥当ですね。これはパーセンテージですね。これ以上で分析させる。50% 以上ね。ピップスまで利益を優先する場合もありますけどね。まあ、一応、買った時に勝ち負けでたまにズドンと多く稼ぐとかいうような感じになりますから、このパーセンテージを落とすとね。そういうのを選びますからね。注意が必要です。じゃない時もありますけどね。そういうことで。どうもありがとうございました。このインジケートはリースで販売中です。ぜひご利用して、サンプルでね、稼げることが分かってから、勉強してから購入ください。USD JPI は無料で提供してますから、それで稼げることが分かりましたら、購入ください。同じに使えますからね。一つの通貨しか使いませんけどね。どうもありがとう。